はい、皆様お疲れ様です。酒とともに生きるピー吉でございます。本日も仕事から帰宅しまして、お腹ペコペコでございます。今日は何食べようかなということで、視聴者様からですね、ありがたいことにリクエストをいただいたやつを買ってきました。はい、皆さん大好きですかね、くら寿司さんでございます。よいしょ。はい、アルパカということでね、もうたくさん買ってきました。まあ、とにかくね、たくさんいろいろございますのでね、いろいろね食べていきましょう。はい、まずはですね、大人の麦ジュースからね、こちらでね体を清めていきましょう。冷蔵庫でキンキンに冷やしておきました、瓶ビールでございますね。はい、僕が書いた愛犬のねグラスもございます。皆様お疲れ生です、ということで、はい、乾杯。はい、グビ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 ということで、はい、4号はビール最高でございます、うめえ。はい、じゃあですね、早速準備していきましょう。まあ、準備といってもね、ちょっとお醤油のね、ちょっとお皿を用意したいんですけれども、皆さんにねちょっとこれ見せたかったんです。ごっつぁんですということで、大好きなお相撲のシリーズの小皿でございます。はい、ね、まあ、ドスコイということでね、サンクチュアリーっていうね、ちょっとあのネットフリックスドラマにもねハマっているので、ちょっとこちらをね使っていきたいと思います。はい、じゃあ今回は千代大海さんに、決めました。ワイシャツに跳ねないようにね、もう最新の注意を払いながら、お醤油準備完了。はい、でわさびどこかなということで探したら、ここにございました。なんかくるくるって積まれてましたね。はい、じゃあまずは極み熟成マグロからいただきます。はい、でこちらくら寿司さんの熟成技術がね、旨味成分が高いことが科学的に実証されたそうです。めちゃくちゃ美味しゅうございました。はい、そしてもう僕大好きなんですよね、王道のサーモンちゃんでございます。やっぱりね美味しいですね。こちらはもう脂のりも程よくてね、最高でございます。やっぱりお寿司にはね、瓶ビールがたまらんぞということでね、冷やしておいてよかった、めちゃくちゃ美味しい。はい、続きましてハマチハウマッチということで、115円、プリッと身の引き締まった味わいがたまりません。はい、そして貝好きなんですよ私、赤貝ちゃん、甘みとね爽やかな磯の香りがたまらんちということで、いいですね。はい、タコちゃん、タコの食感とこの甘みがベストマッチです。はい、そんな感じでね、大きいハマチちゃん、これもいいですね。大きければ大きいほど嬉しい年頃でございます。ありがたいですね。はい、そんで初めてねちょっと見かけたんで頼んでみました、トウモロコシの握り、ね、焼いてあるので香ばしくてね、もうこのコーンの甘みが最高でございます。チュールの握りはありますかということでね、握りはないんですけれども、後でねあげますから心配しないでください。はい、そしてこちらエビちゃん、萌えちゃんということで、最高に美味しい、さすがでございます。もうザギンでシースーからのギロッポンよりもね、私はもう直帰でマイホーのシースーがねめちゃくちゃ良いです。はい、続いては軍艦ゾーンもね、どんどん攻めていきましょうか。見た目も鮮やかでね綺麗でございます。じゃじゃーん。はい、まずはこちらもうね、サラダちゃん、君を忘れるわけがないだろうということでね、これは侮ってはいけない、めちゃくちゃ美味しい。そしてネギマクロでございます。もうね、もうこのまま君だけを奪い去りたいということでね、もうねリンさんみたいな感じで最高でございます。はい、続いては炙りのね焼きハラスでございます。ハラスって鮭のどの部分、ハラス。はい、ということでうまそうなタレもございました。これはどれに使うのでしょうか。まあとりあえずうなぎか穴子さんあたりかなということで、まあうなぎにねかけてみました。もううなぎね無性に食べたくなるやつ。はい、続いては卵焼きでございます。もうお寿司屋さんの卵がねやっぱすっきゃねんということでね、屋敷高人さん風にねもう美味しくいただけました。はい、続いてエビアボカドちゃん、チラリということで、はい、もうこのチラリズム最高でございます。この組み合わせめちゃくちゃ美味しいです。エビアボカド、あとマヨネーズもいいですね。ハイカラな味にとっても私感動しております。最高ですね。いろんなお寿司がねもうたくさんあって、もうすごく楽しいです。もう酒がとにかく進む、うまいうまい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてはイベリコ豚の大トロちゃんでございます。まあなんか肉のお寿司もなかなかありですね。はい、続いては大好きな貝に戻ってきました、つぶ貝。この柔らかい歯ごたえがねまた癖になる、もうずっと貝貝していきたいです。はい、マグロユッケちゃんいただきます。わお、ということでもうすごいですねこれ、この小さなステージに舞い踊るユッケちゃん、
まるでこれはね、寿司界の、まあ、さだまおさんみたいな感じですかね。はい、じゃあ味もパクリということで、アジージーアジーどうもゴーです。はい、本日もですね、私ビキチ平和でございますはい、すいません。はい、続いて天然マグロ上赤身でございます。よいしょ、ということで、もうマー君大好きでございます。やっぱり美味しゅうございます。はい、ではですね、瓶ビールなくなったところでちょっと飲んでみたかったんですよね。このサントリーさんから割と最近出たかな、生ビールでございます。すっきりとして飲みやすいって感じでね、いい感じでございます。はい、じゃあブラザーコーンパクリということで、続いてイクラの軍艦でございます。はい、じゃあイクラちゃん失礼いたします。ほー、このね、プチプチ食感プッチモニでございますね。はい、美味しいございます。はい、マグタク軍艦パクリということで、このたくあんの食感も素晴らしい。はい、もうビールがね、もうやっぱり合いますね。もう至福の時間でございます。たまらないです。はい、続いてゆず塩カツオのたたき、こちらはね、ゆずの風味がとっても効いてて癖になる一品でございます。はい、そしていなりちゃん、もう好きすぎてスーパーに買い物行くとね、毎回買っております。で、こちら牛すき焼き風軍艦、すき焼きがお寿司にびっくりしました。続いてはシーフードサラダ、これがね、イカやカニカマに加えてとびっこのアクセントがたまらない。はい、ジルちゃんも驚きを隠せない表情でございます。なんと豪華なお寿司なんでしょうか。くら寿司さんすごいな。はい、でキャインのウドさん、天野くん次は何かなということで、じゃーん、ゴールドスター札幌さんからでございます。はい、でこちらが札幌の代表するエビスと黒ラベルのね、なんかいいとこ取りみたいな最高にうまいねビールでございます。案件お待ちしております。はい、続いて新小巻でございます。こちらはね、もう3つ食いでいっちゃおうということで、最高ですね。もうなんか高みに近づけたような感じで嬉しいです。はい、でフーグタ君ということでね、アナゴさんも最高です。はい、釜揚げしらす軍艦、しらすもたっぷり乗ってる、もうみんな美味しいよということで、もう好きすぎます。はい、ということで、もう仕事終わってるのにね、もうこれをつけてるわけにはいかない、もう俺は自由だということで解放されました。はい、じゃあ極み漬け便長からのこの熟成のマダイでございます。もうマダイちゃん大好きでございます。はい、肉厚のとろしめサバ、これもいいですね。肉厚素晴らしい。炙りチーズサーモン、この香ばしさにマヨネーズのコクがマッチしております。もう香りもね、素晴らしい。はい、続いてイカはいかがということでね、イカ食べていきましょう。なんか酔いが回ってきてますね。はい、もうイカこれは素晴らしい。まあ今日は飲みまくってもいっかということでやっていきましょう。まあたまに虚しくもなります。続きましてはビンちゃんということで、ビンチョウマグロですかね。はい、こちらでございます。はい、もうこれがね、まあ、私ね、今まであんまり食べたことなかったんですけど、最近めちゃくちゃハマっております。ちょっとね、一気に食べたせいでちょっと詰まってしまいましたが、そんな時にはこちらビールで流せということで、はい、これで解決でございます。助かりました。はい、でこちら納豆とろろ軍艦、もう納豆好きなんでね、これはもう好きなやつよということで、とろろまで乗って助かる。でこれはもう踊る大捜査線のね、主題歌もうネバ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 ということで、はい、伝わるかな、心配でございますが、このすっきりとした柚子の風味で吹き飛ばせということでね、もうこのね、柚子風味の氷結めちゃくちゃうまいんですよ。すっきりとしてお寿司にもぴったり。はい、なんかゲッツしちゃいました。はい、馬だれマグロ軍艦、なんやこれということでね、このなんか旨味がめちゃくちゃなんかギューってなった感じでめっちゃうまかったです。最高。はい、馬だれ牛カルビ、はい、このなんか馬だれシリーズ何なんでしょうか、めちゃくちゃうまい。肉とさっぱり氷結、このもうね、相性がもう最高でございますね。いや、もう完璧でございました。最高。はい、そしてこれがなんだっけな、縁側だっけな、イカだっけな、どっちだ、縁側かな、まあイカということではい、そしてなんかね、ちょっとジルちゃんも、はい、大暴れしてね、愛くるしいぞということで酔っ払いおじさんタイムでございます。はい、なんかおうち寿司飲み最高でございますね。はい、こんな感じでやってたらですね、プリティワイフがね、帰宅してきまして、ね、何やってんのって感じで見られてました。はい、で最後ですね、デザートタイム、わらびまんじゅう抹茶味でございます。
甘いスイートピーですはい、で、ね、やっぱりビール飲みたいなということで戻ってきてしまいました。はい、黒ラベルでございます。本当にね、楽しい晩酌、もう充実した一日でございました。皆様ご視聴いただきましてありがとうございました。ごちそうさまでございます。はい、ね、おやつくれということでね、はい、この後ね、チュールタイムもございました。はい、あとは外食はしご酒をメインに投稿してるサブチャンネルもございますので、気になる方はサブチャンネルもチェックしてみてください。バイバーイ。